今日の名言、星名正幸、初代会津藩主。12月18日は星名正幸の命日、寛文2年です。会津藩たるは将軍家を守護すべき存在であり、藩主が裏切るようなことがあればそれは私の子孫ではないから決して従ってはいけない。普段は節約すべきだが、お金を必要なものに使うことにどうしてためらう必要があるのか。祭りごとは個人の利害を優先して道理を曲げてはならない。政策決定の協議では私利私欲にまみれた意見を言い合って、他人の意見を聞き入れないようなことがあってはいけない。そして複雑なく思うところを言い合い、利費を争って決定しなければいけない。武備を怠るべからず、死を選ぶのが基本。上下の部を乱してはならない。兄を敬い、弟を愛すべし。主を重んじ、法を恐るべし。家中は貧困を良くすべし。賄賂を贈り、媚びを求めてはならない。面々、エコひいきをしてはならない。死を選ぶ際、媚びへつらう者や口先だけが巧みな者を取るべからず。賞罰の決定には家老のほか参加してはならない。この決まりは厳格にすべし。部下に人の善悪を口外させてはならない。法を犯した者は許すべからず。食料備蓄は民のためにこれを置き、長く活用すべきものである。飢饉になればすぐに取り崩して民を救うべし、これを多用してはならない。もし志を失い、遊楽を好み、豪華な食事をとり、農民に損害を与えれば、何の面目あって土地を領しているのか。そのようなものは君主に申し出て撤去すべし。